大丈夫ね、はいはい、ということで、アップルソースです。はいはい、どうもどうも。前の方に来てもらえれば面白いと思いますんで、ただちょっと持ってんで、俺出しながらの準備が難しいんで、はいはい、で、これ僕も知らないんですよ、教えてもらってないんですけど、はい、なんか謎の物体を持ってきたようなんですけど、さあ何が出てくるんでしょう。なんかじゃじゃーんと、ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待って、はい、あのここにも似たようなものはあるんですけど、こいつは制御用の、スロットが1個と拡張音源用のスロットが3つあって4スロットあるんですけど、この子は何ですか。4つどころじゃないんじゃね、これ5スロット乗ってますよ。5スロット乗ってる、はい、拡張ユニット、拡張ユニットですね。で、だいたいこれは構想が1時間、設計1時間で、実装が土日で作って、デバッグがこの今週という、できてまだ1週間経ってないんですよ、こいつという、まあ、生まれたての子なんで、まあ、可愛く見てあげてくださいという。まあ今からちょっと準備するんで少々お待ちください。ちょっと先に準備しといてよだって見せたくなかったんだもん君。あ、まあ確かに思いっきり反応するからね、うん、これはってことは、これ PNSHFC3 に今刺さってますね。うん、3専用です。3専用なんだ。まだ他じゃ試してないんで。あ、なるほどね。壊れても死んないよ。はい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 、はい。ですげえな、同時に反応の二次操作かよ。後ろにこれは制御が乗っかってるけど、なんかでっかいレギュレーターあるね、なんかこれ何これ。要は電源も全部こちらと後ろから取ってます。で、まあ本体、NES の本体というかファミコンの本体の電力大してないんで、もうじゃあしょうがないから後ろで作ろうということで。なるほど。いや、これ皆さんもうちょっとこっちの方に来て実際見てみた方がいいです、このバカっぷりを。これ分からない方、これよく分かんない基板が出てくると思うんですけど、パソコンの方でファミコンが鳴る音源のなんていうか形式のファイルを作って、それをその実機で鳴らすためのものなんですけれど、この拡張で何なんでしょうね、これは。で、イヤホンでここに挿して。ああ、はいはい。で、これはぶっちゃけた話、音源ですけれど、内蔵音源と、サンソフト 5B、N163 と MMC5 と VRC6 と VRC7 全部対応さしました。すごい。で、こいつのすごいところは VRC6 と VRC7 同時に動かすこともできますんで、事実上は資格はないかなという状態です。でもまだデバッグ終わってないんですよ、こいつ。じゃあ、ここ、これ、ね、あー、そうか、じゃあ電源ない、それそれそれ、はい、刺して多分あっちがね、ちょっと待ってね、じゃあちょっとやっちゃおっかね、ちょっと待ってね、来た、ちょっと上げといて待って、おかぶりタイムでやられる方よければ、おかぶりタイムで、ちょっとクッションでやりたい。あ、音上げてる？それもう出してる、はい、出してる、音、ちょっと音源チェックです。まあいけそうですね、これだったら。てかそれでやるんだ、ちょっと出てるね、うん、まあちょっと待ってくださいね、全部カセットチェックしないとダメなんで、もうちょっと終わるまで。はい、ということで準備終わりましたんでやりましょう。ほほほほ、ということでロボさん曲かります。はい、了解です。そう時間余ったら、はい、ということでこれをずっと鳴らしてました。これやろうかなと。
デスゴビーのバランスがめちゃめちゃでかいね。そうですね、まだ調整終わってないんで、ぶっちゃけた話、これ後ろに乗ってるのは全部半端なんですよね。とあと N16 さんのフィルターはまだかけ終わってません。はいはい、まあまあまあ、それは今度でいいよ。喋りながらツイッターで書くかい君は。いやでもこれすごいですね。いやこれいや僕が欲しがりますよ、間違いなくね。これだってこれ実情全部載ってるわけでしょ。だってこれしかも全部載って全部動いてるんだよね。これだからこれはあのあれだ、 FDS だけが動いてないっていう状態だよね。どうすんの FDS は。いやめんどくさいよそんなの。って言いつつもひょっとしたら時間があれば作るかもって状態なんですね。まあマスターも全くこれ入ってないか。入ってない、入ってない。ちょっとあんまり増えすぎるから。でまあこいつね、まだいろいろ改造の余地はあるんですけれど、そのうちまあ量産しようと思ってますけど、こういうの欲しい人っていますか。いますよね。みんな欲しそうですね。わかりました。ということでまだこれ実は汎用のロジックがいっぱい後ろに貼り付いてるんで、それを全部 CPU に化して売れる状態に持ってきたいなと思ってますんで、まあ気長に待ってくれればいいかなと思います。まあまあまあ、こんなもん作っててどないするねんって形ですけれど、じゃあ次いきますね。ネタ的にいい、はい、巻いて巻いてお願いします。5、4、3、2、1。業務連絡です。ハリさんすいません、HFC2 お願いします。はい、はい、今ロード中ですね。でもこれ本当 HFC3 もどうだなんですね。ああ、そういうことか。あのこれ必要。これいけるんですけど、いるの？コントローラーが必要なの？じゃあこっちに刺す。え、ロックさんマジでコントローラーを詰まっちゃった。あった。うわー、メスコントローラー基本的に一元だから、言えば何か出てくるっていう。そうそう、いや今あニューファミのモデムだ。ごめんなさい、別物でした。 SD カード間違えたようです。アウトロー普通に付いたので、はい、1台で、あ、1台大丈夫です。はい、どんなことか。これ何？ああ、そっからか。今のシャキンで分かっちゃう人はどれぐらいいるんだろうかな、この中に。これで。そういうことです。ということで、2つ目ですけど、これも仕事が忙しい中にちょっともう気が狂っちゃったんで作っちゃいましたみたいな感じで、ファミコンに OPLL 載せちゃいました。で、そしたらドライバー書いてくれた人がいたんですよね、目の前に。であ、ドライバー書くならってことで設計図をものの1時間ぐらいで書いちゃったっていう。で、まあやったら動いたんで、もういいやこのままって形で作りました。はい、というまあことで、もうフリータイムがなあと巻いてるみたいなんで、もうここで終わっちゃいますんで、質問があれば朝は僕のところに来てくださいということで終わりたいと思います。以上、アップルソースでした。ありがとうございました。フリータイム、現在ですね、リンゴさんの他にですね、現在6名伺っていますが、他にどなたかいらっしゃいますか。いませんね。じゃあ締め切りますよ。はい、すいません、ありがとうございました。よろしいですか。じゃあ次ですね、なんでロッコちゃんだよ。BGM。じゃあ僕ゲームボーイ版で買ってようかな。はい、じゃあですね、次に S… はい、じゃあすいません、まずじゃあ自己紹介からお願いします。お名前は。SW って言います。ご存知かもしれませんけど、はい、某大声吹きの人です。NS でドットリブの、作者です。どうもよろしくお願いします。で、まあ、今回はちょっとNS でリブの紹介は、まあ、誰かがやってくれると思うので、今回は、その10年くらい前に作ったワンダースワンの、音源ドライバーの紹介ということで、こんなんです。すごい。いい曲。こ
この配線を。はい、わかりました。じゃあ接続をしていただきます。あ、ちょっとね、はい、いいですよ。はい、重いですよ。準備ができたら教えてください。テジストですよ、全部これ。ちなみにはちょっと BGM でかけてるのは、ロッコちゃん。ダースよって一応は、まあ、要は部品代と実装費あれっていうか拡張しただけなんですけど、ね、僕が儲けが出るけどは出ますけど、あ、ゲットか、ゲットか、2万までは行かないか、これ、ゲリアスコ間違えちゃった今巻いてください、巻いてくださいまだね、まだね、VRC シフトセブン一緒に動くかって誰も書いてないから今ですね。はい、できましたか。はい、じゃあ電源の方入れてしまってください。ポールポイントは多分全部、はい、いいよ、あ、違う、ライブ見てるぞ、もういいよ、出てるはず、エースも使ってるかもしれない、出てる、出てる、あー、来てますね、はい、いいよ、そのまま確かに、ワンダーツワンの音源は、ワンダーツワンの音源は、ナムコ163のが4チャンネルになって、あの波長が32になっただけです。ということで、まあ、N106、106とか163ですね、それにかなり似てます、だいぶ似てます。まあそうですね、初めでも、まあ、あれ大事なんだけどね、ただまあチャンネル数が4チャンネルでしたっけ、4ビットの32要素ですよね、の波形メモリ音源のワンダースワン、まあこれをワンダースワンは結構開発環境があったりするので、それでドライバーとか作れたんですけど、そういったものの一つの例という感じですね。ということで、まあ、SW さん、NSF の方、NSF の方では、NSDLM っていう、新しいドライバーの方を作ってますので、ね、ぜひちょっと、NSD.GIG で調べていただくと出てきますので、ググっていただければ。あ、そうそう、あとですね、今日入り口のところ の, あのカウンターのところに、NSDLM に関するビラが置いてありますんで、ご自由にお待ちください。こんな感じでドライバーかけますよとか、一応ゲームとか、そういったところに実装させるための、目的も含まれてますというものになってるんで、そういったところ興味ある方は、ぜひちょっと一回見てみてくださいというところで、OK かな。はい、では、はい、SW さん、でした。ありがとうございました。はい、巻きます。次行きます。はい、次はですね、おそうめんさんですね。来た、京都勢。お、ギミックだ。ギミックだ。まあ、毎日見てる。あ、ギミックで思い出した。今日ギミックの、コンピレーションアルバムのボリューム1を今日持ってきてますんで、これもやっぱりカウンターの方で、一部1000円で売ってますんで、まあ、もし持ってない方は、ぜひ買ってください。お願いします。あと、2が冬込みで出ます。で、その冬込みで2が出ますので、プレビューディスクっていうのを無料で配ってるんで、みんな持って帰ってください。後で、で結構なんで簡単に聞いただければありますので、ぜひぜひ持って行ってください。じゃあ流していただきましょう。ではちょっとマイクこれ私して軽く説明していただくといいのかな、これは、うん、あ、これはい、はい、もう、まだ出てないね。はい、じゃあもう軽く出してしまっていいですよ。はい、ではギミックのこれは再生を行います。はい、いいですよ。今ギミックの方で音声が鳴っていますけど、ここでやりますギミックですね。でもいつもとちょっと様子が違います。このギミックはどうやら SBC が載ってます。ギミックはですね、OPN3L モジュールをちょっと手に入れますと、スーパーファミコンの SBC モジュールっていうのが実は載ってしまうというやつですね。で、それに対応するバームがあったりなんかして、結構面白い遊び方ができるんですけども、それで、再生ができるという形ですね。はい、今なってるのはスーファミの音源が、そうですね、これもともとセガサターンのなんかマジックナイトレイアースの曲ですよね、確か。あ、なるほど。じゃあちょっと、はい、おそうめんです。おそうめんさんです。はい、この曲なんですけども、ファミコンとミニ、ボリューム9でしたね。これに、投稿した曲の
ファミコンが出なくて、それをスーパーミニでちょっと鳴らしてみた、はい、こちらです。ちなみにちょっと宣伝になるんですけど、冬込みでですね、この曲とか、他に、何曲か入った岡本聖郎カバーアルバムっていうスーパーミで、この岡本聖郎さんの曲をカバーしたいって CD をちょっと出そうかと思ってますんで、冬込みに来られる方はぜひ来ていただけたら嬉しいなと思います。 TBS イーズっていうサークルでやっています。ちなみに岡本聖郎さんっていうのは昔、坂本龍一のサウンドストリートっていう番組の、常連だった方です。ラジオ番組の、はい、そうです。今もちょっとやってますね、J-WAVE の方で、ちょっとこの曲もちょっと出だしがちょっとコードがセメリっぽいなっていう感じがしますね。ちょっと、微妙なクリスマスっぽい感じなんですけど、はい、はい、以上でよろしいですか。はい、はい、ありがとうございました。岡本さんでした。ギミックウィズSPC でした。でした。はい、すいません、巻きできます。次は、はい、じゃあ次、はい、行きましょう。はい、自己紹介お願いします。MMA ラックソン、はい、ハイデと申します。今年の7月から始めた MML ミニハッカソンの主催をしております。ハッカソンの村長でございます。ハッカ村長、ハッカ村長です。ちょっと今回はその私の自作曲とあとアレンジの2曲をやります。はい、というわけでですね、ハイデンさんのですね、自作曲と、アレンジ曲でお願いしたいと思います。これはロックマンをロックマンっぽい曲を作って、前回も流したんですけど、もうロックマンの次回作をイメージで作った曲なんですけど、どうしてロックちゃんに採用されなかったんだっていう。キリヤスカさん、キリヤスカさんいますか。いますよ。朝銀さんが羨ましいですよ。はい、あとリュウハルでね。じゃあどうも次行きましょう。はい。あ、これ前回のハカソンでやってましたね。ちょっと待ってね。これはFF3 の悠久の風とクロトリガーのオープニングの合体いっちゃったんで。そう。これは前回の M3 の時に出した曲の中の一つで FF9 の FC アレンジです。非公式で、はい、毎月1回やってますので、もし興味ある方は、Twitter でハッシュタグの MML ハックで探してもらえば、毎月の勉強会の日程とか載ってますんで。そうですね、こういうねファミコンとかで本格的にその実機で鳴らせるようなファミコンの音楽をちょっと作ってみたいけど知識がないとかスキルがないっていう方ですね、月1回でね代々木で勉強会をしていますので、ご興味がある方はぜひ彼に声をかけてもらえればと思います。はい、そんな感じの、MML ハッカソンというイベントのハッカ村長でした。はい、ということで、はい、レイさんでした。ありがとうございました。
でした。はい、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあですね、すいません、先によろしければ自己紹介をお願いします。はい、加護と言います。今日出演しているスウェイセットと同じアザラマンレコーズで、おっと、ネットレベルから、曲出したりしている人です。うわ、で、今日はちょっとその今度一緒にコンピレーションを出すんですけど、それでこう出す予定の曲のショートバージョンをちょっと流させていただきたいなと思って。はい、では早速じゃあ聴いてみましょう。はい、お願いします。いいっすよ。あれ出てるはず、出てるはず、あ、来てますね。ちょっと失礼しちゃうかもしれない。もうちょっと弦上げられでした。ありがとうございました。僕マイク2本持ってるんだけど。はい、続きまして、はい、続きましてはビッグボイスさん、はい、これもそのまままず曲流し始めて、あ、どうぞどうぞどうぞ、押してやってるんで、はい、裏で鳴ってるって感じだね。あ、鳴った、ビッグボーイと申します。さっきのファミコンミニでデビューしましたので、今日はあの SD カード渡して演奏させていただくという形でやっております。はい、でこちらの曲、あのハウスっぽい曲なんですけれども、900 degrees というで、アーティストはイアン・フーリーなんですけども、これなんだっけ、ニコニコ生放送で流れてた時が900デグレと紹介されてる曲です。デグレだから多分なんか書いてあるアルファベット見たら、まあ、そう読んじゃうかなっていう感じの曲なんですけれども、そういうことですね。でこれ何をやったかっていうと、音源で歌ってるかのような音声合成をやってみた曲で、これ多分後半ぐらいブレイク明けあたりにそれが流れますんで、そこが聴きどころで。
作りました。はい、ありがとうございました。ちょうどルもうちょっ ちょっと ここの落ち着いたあたりからグラーって盛り上がったところで歌い出しますんで、歌います。私ではありません。はい、そろそろ来ます。フリータイムラストはですね、あ、じゃあちょっと自己紹介お願いします。はい、クニオと申します。はい、クニオさん、会社から来たんでスーツでごめんなさい、コスプレ。あとあんまりかっこいい喋る情報がないんで、パコンで5分間2曲やらせてください。はい、任天堂のリミックスをどうぞ。そう、 M ですか。 M っぽいですね、これは。
んないけど、もうお前がライブやれよってみんな言ってますよ。え、ライブ活動とかやられてないんですか？いや、あの、今年チップチューンを2年やりました。今年か。いや、あの、どこかでやればいいと思いますよ。はい、機会があれば。いや、機会があれば僕もオファーしたいです。あ、本当ですか？ぜひ。